どうすれば、オベロンのことを、理解できるようになりますか？できるかなぁ。俺にもオベロン理解できるかなぁ。長い長い。短くねぇ。読めねぇよ。キノコはそういうこと言う。わからん。お前がわからないならもう誰もわからねぇだろ。長えよ。キノコは、設定だけ出すな。六章が長くなった理由を見せつけていく。なんもわからん。読めねぇ。オチが見えてたやつだけど予想以上に長くてダメだった。終末装置まで読んだ。このファンボーイがよ。お前が内心抱えてニコッと喋ったらそれがオベロンなんだよ。っていうメッセージだこれ。どちらにしろ真面目なのは変わらないんだなこいつ。これただのプロフィール7では？出てくると想像以上に主人公にデレデレでなんだこいつ。ってなる枠になってる。自意識過剰だよ。ヘドが出る。何言っても都合よく解釈される男。六章の最後に落ち続けてボトって地面に落ちた音はカルデアの召喚室に落ちた音ということを譲らない。嫌なら水着イベなんて出演するな。お前は稼げるんだ。これからも出てもらう。今までイベントに出てこなかったからそりゃ出てこないよな。って折れてたのに水着イベントに出ちゃったからもう終わりだぞお前。オベロンがどんな格好つけたこと言ってるか聞いてやろう。オベロンと本音で話したことないけど。うっわ。こんだけ相棒面のやつが増えもしたら引退考えるよね岩窟王も。お前その心霊機は何だ言ってみろ。というかしかりげなく名前に入れてるけどあなたがリバー、フォイルとは誓って無関係のはずですよね。難点はキノコ以外はあんまり扱わないことか。エイプリルフールにもいたなこいつ。やってないけどグダノ脳内に散乱したって聞いて脳が理解を拒んだわ。メデューサの遠いベにもいたんだったか。キャラトリアシリーズのグッズで両手にグダーズはべらせてる男。クリスマスイベにもいたろこいつ。俺も6章のオベロンの最後のセリフの後暗転してドーンみたいな音が鳴るのはカルデアに来る伏線か何かだと思ってたけど、冷静に考えたらメリコが外から開けたでっかい穴が閉じた音だよなとなった。エイプリルフールのマシュに対しての黙れよもなんか解釈でいろいろ言われてたな。リオ空間を解釈に入れるなよ。リオ空間でもキノコの監修入ってるし、このゲーム妖精強すぎだな冷静に考えると。ブリはもうちょっと頑張れ。設定的には超強いぞ。キャストリア、マーリン、モルガン、トネリコ、ノクナレア、妖精騎士、ブリトマート、あといたっけ。一番お世話になってんだろ、ハベニャン。やっぱこのゲーム妖精強すぎじゃね。9割くらいが100点満点中90点以上あるぞ。ハベニャンとオベロン、マーリン族は実は妖精属性ではない。マーリンはムマだったか、何が違うんですか？妖精の中の種類じゃないか？妖精ってだけで基礎スペック高めになるし。メイブちゃんは人間と妖精のハーフ、つまり2代目ブリトマートと同じ。妖精が強すぎる。って人は多分メガテンのピクシーとかがイメージの基準なんだろうな。夢川で小さくてか弱いってイメージだろうね。ポケモンだってフェアリータイプが一方的にドラゴンタイプを蹂躙できるんだしか弱いイメージは年々なくなってきてる。ファンタジー作品より、日本の妖怪に近いよニュアンス。ヘッズなら天狗はフェアリーであると周知だからな。言葉を言い換えただけの妖怪、ブリカスからすればジャパニーズ、フェアリーよ妖怪なんて。言うて同じ精霊種の神霊より強くされてるのはサーバントの企画かせ無視してないかって気はする。設定的な話なら余裕で神霊の方が強いぞ。ステンの、エアユアレとかもいるからものによるけど。神霊はよく出るから印象薄いかもだけど神霊や神霊級と戦うときは大体味方側の戦力も神霊とかグランドサバがいたりで妖精国よりもはるかに充実してるからな。その上で毎回苦戦してるのが神霊だからかなり強い。北欧神話のドワーフは神々よりも優れた職人だぞ。妖精だからって舐めちゃいかん。神霊は根源接続者みたいに過剰にセーブかけないとって感じになってるだけみたいに解釈。テスカトリポカあたりはクラス以外はかなり持ってるからスタンス次第だと思うな。星の触覚である精霊や妖精と、人の信仰や地球外生命体でできている神は少し違う。妖精でも第5クラスだと神霊並みの規模とされていて、今実装されている妖精は妖精の中でもかなり上積みだと思う。
星の内海から来た聖剣の妖精と魔女、アルビオンの別れ身、妖精クイの黒犬子、ボーケガーンというメンツなので、ハベニャンとトリコまでやたら強いのは外部からの後付けバフがすごいということで。ハベトロットとバーバンシーは強い描写はなくない？もしかしてゲーム性能の話してる？多分モルガンにかけられた円卓バフの話では？トリコも黒星が多いけれどモルガンの城で上級妖精相手に強肩震えていたくらいだから、弱な込みで妖精の上積み程度はあるだろうし、ハベトロットはそもそも戦った描写が少ないからわからぬ。いや待て、忌まわしがおかしい。意志のない自然現象、あるいはギリシャ艦隊みたいな頂上の存在、が信仰によって擬人化したものが神霊、人の意志関係なく意志を持った自然現象が妖精や精霊だ。誕生の経緯から違うから、精霊種の神霊はちょっと意味がわからない。神霊級の精霊ならわかるが、そしてその力は発生元になった自然現象によるからものによるとしか言いようがない。レッドラ、ビットさんのこと忘れるんじゃねえぞ。妖精イコール西洋の妖怪と考えたら日本の妖怪枠の視点や卵が強いのでまあ納得。現実世界に残る話でも妖精って普通に人間の指とか手足をアクセサリーをもらうような感じで萌えでいくようなところあるから、日本でいう妖怪に当たるし、その上積みともなれば機種みたいなもん。イベント終わっちゃうんでと読み上げ飛ばされたの笑った。とにかく真面目なやつ。最初から心底帰りてえけど自分がやれるとこまで付き合ってくれる男、なんなら終わった後も付き合ってくれる男。豊永さんはどうしてオベロンが演じられるの？が一番増えた。嘘でできた関係を真実より評価してるうんぬん好き。キャストリアやグダとの関係も嘘ばっかりだったけど大切なんよな。キノコの無茶ぶりに答えてくれて感謝しかないよ。作者がわかんねえならどうしようもねえ。キノコもわからない。芽が出たのが成長してそうなった。キノコ、なんでオベロンできるんでちゅか？はもう笑わせに来てるだろ。ありがとう豊永俊幸。ありがとうスーパーエキセントリックシアター。これつまりキノコがオベロンってことでは？サクラン、不幸な存在を無視して進む世界を許せないってこういう解釈だったんだなって、本当にクソ真面目すぎる。愛はないの理由のところ、ほとんど成人か成人系ヒーローみたいなこと言っていてびっくりした。要はめんどくせい男ってことだな。めんどくせい男に定評のある絵、めんどくせい男に定評のある声優、めんどくせい男を描きたいキノコ、この三つが合わさり奇跡のように生まれたのがオベロンなのはわかった。キノコ、いつだって豊永オベロンは最高だぜ。で締めるのさ。いやマジで豊永オベロンは最高だぜ。これ天才や売れてる人ならともかくそうでない人がやったら設定作るの下手とか自分でもわかってないのはおかしくねになるのよね。全然わかりませんだけならそうだろうけど、その後の長文までセットで出されたら無名のシナリオライターだろうが余裕で見る目変わるよ。言語化するのが難しいにしても間違いなく感覚的にはわかってるというか、シンプルにキャラの解像度がめちゃくちゃ高い。オベロンを理解しようとすることこそが人のエゴだったんだよ。オベロンは少しアンリとかアベンジャー系に似てるなぁと感じる。ひねくれ者だけど根が真面目な感じが。むん、言われてみれば、アベンジャーが、復讐者であれ、と外部から根が折れたってことを考えれば確かに、オベロンもブリテン島に、無の海となってからケルヌンノスの遺体を元に作られたなんてえぐいもの地球ごと消しちまえ、楽園の妖精の事情なんぞ知ったことか、と根が折れ、シェイクスピアの夏の夜の夢で、真実には値しない、と言われて、現在と未来に関する言葉がねじ曲がる、呪いかかって、それでも20年前後で異文体妖精国ブリテン崩壊計画を完遂したわけだから確かに真面目な性格なのはわかる。でもそこからが悪手だった気もする。そこら辺は2ブロック章本編を藤丸やマシュの視点で読み返すとわかりやすいかと。オベ、リア大勢終わった今だから言えるけど、結局この方法しかなかったんだ。そりゃ藤丸やマッシュ、キャストリアにモルガンからものすごく恨まれるのは仕方がないとしても、これ以外の方法なんて完全に不可能だし、ストームボーダーを飲み込むまでは成功してはいたんだ。メリュジーヌがアルビオンの姿のまま正気に戻って外壁に穴を開けるなんて想定外だし。皆さんは、どうすればオベロンを理解できるようになりますか？
という質問に対するナスキノコの回答が長すぎてダメだったについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。